エヴァニューソン・アパレシド・フェレーラは、ブラジル・ミナス・ジェライス州、ディアマンティーナ出身の同国代表のサッカー選手、アメリカ FC でデビュー。1999年に、クルゼーロ・ e c を経て、ボルシア・ドルトムントへ移籍した。左のデデと共に、長年両 A3 のレギュラーを務め2001から02、シーズンに、ブンデスリーガ優勝へ貢献した。しかし、度重なる怪我で、パフォーマンスが低下。 徐々に、出番が少なくなり2004年10月には、シーズン絶望の全治4ヶ月もの人体の怪我を負い、翌年4月には退団。その後、国内のクラブを渡り歩いた後、引退した。2001年に、ブラジル代表のストライカーマルシオアモローズ獲得時に、AC パルマから2500万ユーロを提示された。そこで、ドルトムント側は1750万ユーロとエヴァニューソン。 おていじしんごい。エヴァニューソン自身は2002年6月以降に移籍する予定だった。しかし、エヴァニューソン本人が移籍を拒否したことで、パルマからレンタルという形で在籍。2003年に、1500万ユーロでエヴァニューソンを、ドルトムントがパルマから買い取るということが起きた。エヴァンルソンディスペアフォードルトムントハットアモローソフィア、リーコードサムツーム BVB ハット、コハイマーエヴァンルソン。 ディールコステット15ミリオーネン、ハットマルシオアモローソカンディグッドフリスローズバイ、ボルシアドルトムント。ありがとうございます。